首長は、新末、中華民国の政治家、外交官。字は、金江清。1896年、17歳で秀才。その翌年には、臨生となった。後に、高田氏書院で学んだが、24歳の時に、京市大学、同有級市判官に入り、卒業後に巨人となる。1907年、佳境学務兼人として、アメリカに留学し、 ニューヨーク大学で商業、財務を学んだ。ついで、コロンビア大学に進学して、政治、法律を学び、修士学位を取得している。中華民国が建国された1912年、首長は、在米華協選挙代表として、帰国、政界に入る。翌1913年、国民党に加入して、参議院議員に当選。 さらに参議院外交委員会主席に選出されている。第二革命前後に国民党を離党して収益者という小政党の幹部となり、さらに大中党という新党を組織した。このほか憲法起草委員会委員や総統不思議などにも任ぜられ、北京大学省科主任を務めている。遠征外が国会停止の拠に出ると、1914年に週はアモイに移って、 鈴見老所会進行を堂々長を務めたが、間もなく北京に戻り弁護士協会副会長に選出された。1916年6月に遠征外が死去し国会が復活すると、首長も議員として復職した。翌1917年2月にチャンス聖徳派交渉院に任命され、同年夏には大総統、兵国省の秘書に転じている。 1918年3月、中サンフランシスコ総領事に任命され、間もなく、中英公使館一等秘書に移った。1921年2月、中英公使館公使代行となり、国際連盟などの重要な各種国際会議に出席している。1925年10月、中イタリア全権公使に任命された。中国国民党による北伐が進展している。 情報に接した首長は、1927年7月に北京政府からの離脱を宣言した。間もなく帰国し、国民政府から外交部次長に任命され、1929年4月には中間トン外交部交渉員に転じている。1931年9月、満州事変が勃発すると、特殊外交委員会委員に任命され、 翌1932年1月には国南会議会員として招聘された。しかし、同年12月11日に主は、急性、死因は、蛇骨の誤食による中毒とされる。去年54、ありがとうございます。